カシオ PB-100PB-100 PB はカシオ計算機が1982年8月に発売したポケットコンピュータ。カシオ計算機が発売した低価格のポケットコンピュータ。前進となるのは同社が発売していた FX-702P で FX-702P のベーシックをより多くの人に使ってもらうのコンセプトのもと当時の最先端技術であった。 ベルシーを使用して CPU、ROM、RAM をワンチップにすること、RAM の容量を1 k バイトにすること、液晶表示を12桁にすることで14,800円の低価格にすることに成功。もともとはコンピュータに興味を持つ大学生やサラリーマンスをターゲットとしたものだったが、およそ LSI ゲーム2台分という価格の安さと、キャラクターパターンを多く持ちゲームが作りやすかったことから、 低年齢層にも支持され、数多くのゲームがコンピュータ雑誌に掲載された。プログラミング言語として、ベーシックを内蔵した横長のポケット型コンピュータである。左側に、クワーティ配列のアルファベットキー、右側に点キーと、指則キーとエグゼキーがあり、簡易的な関数電卓としても使用できた。液晶表示部分は、 かなり横長に面積が取られているが、表示桁数が12桁しかないため、右半分は、モードキーのキーガイダンスのラベルで、マスクがしてある。プログラム用のフリーエリアは、標準で544ステップで、別売のメモリモジュールを増設することにより、1024ステップ増設ができ、1568ステップに、できた。また、 パソコン必勝法という入門書が付属したのも特筆すべき点で、これを見ながら PB-100 を操作することで、ベーシックを全く触ったことのないコンピュータ初心者でも、ベーシックを習得することができた。この入門書は、編集に技術評論者が携わっており、単体の書籍としても出版された。発売当時は、イブ・マサトを起用して、パソコン知らない遅れてますね。 成績 E いいの二名という入社面接をあしらったテレビ CM を流していた。また、UCOM という名称で日清焼きそば UFO の検証品にもされた。以下は PB-110 以降で使用可能。FX-700 P から削除された機能は以下の通り。ありがとうございます。